電流計、電流計、電流計は電流を測るための電気計器である。デジタル電流計や自動車、オートバイに使用される電流計についてもこの項目で説明する。内部電気抵抗の小さな測定器であり、測定箇所の回路を開いて、その2点間に直列に接続する。実際には回路に低抵抗を挿入し、 その抵抗の両端の電圧を測定することで電流値としている。測定範囲の拡大には分流器や変流器が使用される。直流電流系の場合は電池もしくは安定化電源装置の極側を電流系の端子につなぎ、引く端子側は負荷を直列に接続し極側に戻す。つなぎ方を参照交流電流系の場合極性はどちらでも良い。 測定したい値が不明な場合は一番大きな値の端子から接続する。逆に振れが小さい場合は振り切らないように測定端子を接続し直す。電流計を電源に直接つなぐと大きな電流が流れ計器が破損する。定格が小さい場合特に注意が必要である。電圧計と構成は同じであるが内部抵抗を極力小さくするために太いコイルが巻かれる。 右は、可動コイル型、その下は、可動てっぺん系である。直流においての電流を測定するのに使用される。構造は、可動コイル型であり、永久磁石及びコイルで構成される。電流系単体だけでは、大きな電流を測れないので目的の電流に合わせて、分流器を使用する。商用周波数程度の交流電流を測定するのに、使用する。 直流にも使用することは可能だが、電流が大きくなるにつれて誤差が大きくなるので注意が必要である。構造的には電力系と同様だが、内部配線が異なる。原理的には直流から商用周波数程度 DC1000Hz まで可能なものもである。1メモリで 10A、A 以下の高感度の検出をする電流系である。ブリッジ回路、ホイートストンブリッジなど、 の平行を確かめるために使用される。直流用のものは強力な永久磁石を使用した可動コイル型計器である。また、電子回路を利用した簡易電子式権流計もある。ガルバノメーターという名称は、イタリアの物理学者、ルイージ・ガルバーニにちなむ電流によるジュール熱を熱電体を用いて直流電流に変換し、 それを可動コイル型ケーキで測定するものである。熱伝体に流れる電流の事情に比例するので、メモリは事情メモリとなり、実行値を表示する。交流及び直流どちらでも使用可能であり、直流で構成した後に交流を測定すれば正しい値が得られる。測定範囲は DC から 1MHz までと非常に幅広い反面、電流の測定範囲は、 融通が効かずにから3倍程度の過電流により、熱源体が簡単に消損してしまう。測定範囲は1から1 0 0 0 m a ア程度までである。分流器や電流検出抵抗器、交流電流センサなどを使用し、デジタル電圧計を両端に接続する。GND 側に抵抗器を設置する。VCC 側に抵抗器を設置する。ADC と膜の間に絶縁用 i c を使用する。 GND の分離、ユーザーの感電防止、膜や電子部品の破損防止など使用する理由は様々である。トロイダルコアに巻線を施し、中心に測定対象の電線を通す。分流器、シャントは直流電流計の測定範囲拡大に使われる直流用測定範囲拡張器である。電流計に並列に接続し電流計に流れる電流を分流させる。 抵抗器である。電流系の最大メモリの時の測定対象の電流を i、電流系の内部電気抵抗を r 流れる電流を i、分流器の抵抗を r とすると次のようになる。よって最大メモリの時の電流がフォーミュラ3倍に拡大されたことになる。また、 端子の切り替えにより分流器の倍率を変更できる多重メモリの電流計も製作されている。計器用変流器 CT は交流電流の測定のために使用される。電流計は 100A 程度まで製作されているがそれ以上となると大電流による接続端子部分の電圧効果及び発熱、磁界の発生による指示誤差などが生じてくるためである。変流器は 規則低回路と電流計を絶縁するためにも使用される。二次側ケーの取り替えを通電状態で行う際は、変流器の二次端子を短絡してからケーの取り外しを行い、ケーの取り付けが終わってから短絡線を取り外す。二次端子が開放状態になると測定している電流がすべて0次電流となり二次端子に高電圧が発生し、 絶縁の破壊による巻線の破損、ケーの破損を起こす危険があるためである。変流比は、一次電流と二次電流の比である。変流比を、K、一次、巻線、二次巻線の関数をそれぞれ NN、一次、電流、二次電流をそれぞれ II とすると次の、ようになる。である。自動車やオートバイの一部には、メーターパネル内などに、 電流計を備えた車種が存在する。この場合、計器の文字盤の表示はアンペアを数値的に示すのではなく、プラストで表記される。指針がプラス側のゾーンを示している場合には、オルタネーターやダイナモから発電される電流が、車体側の消費電流を上回っていることを示す。逆に、指針が中央線を横切ってマイナス側のゾーンを示している場合には、 発電電流が、車体側の消費電流を下回っており、バッテリーから電流が持ち出しの状態になっていることを示す。5. おさむき